お疲れ様です、ゴーレムです。本日もですね、キングダムハーツの続きからやっていきたいと思います。モンストロの腹の中ですね。はい。これ撮るまでに、まぁ、ちょっとなんか、録音のなんか、マイクがなんか入れへんってなってたんですけど、マイク側のやつミュートになっててっていうだけの話で10分ぐらい使っちゃいましたね。はい。まぁ、どうでもいい話だけど。こっちやったっけ？こっちやな、多分。超。あんま入りたくないですよね。何？あ、ボスやん、これ、明らかに。何なの？強そうやな、普通に。倒せるか？どうやろうな。あれでさ、行くと俺なら。あ、手伝ってくれんの？入ってないな。あ、強いな。待って、どう倒し方が全然わからんだけど。とりあえずケアでいっとこう。うわ、おお、あ、やばい、立て直しや。ケアルやな。ほんまに倒し方がわからん。強いな。まあ要は顔しか効かへんみたいなことやろ。オッケー、なんとか。そんなやったな。いや、まあ言うて強かったけど、うん、割とあっけなかったな。え、これはまさか。ウーフィーは召喚 MP アップを手に入れた。はあ、なんだそれ。これまあここ行く感じやろな、俺らも。ん？ほう。え、どういう状態なんこれ。ピノキオ、ピノキオ、お願いだ、ピノキオを返しておくれ。返したれよ、お前。悪いけどそれはできないね。この人形にはまだ用があるんだ。人形とか言うな、お前。人形じゃない。ほら、ピノキオはわしの息子だ。心のある人形なんてめったにないからな。心をなくしたものを復活させるのに役に立つかもしれない。それ、帰りのことを言ってるのか。お前にはもう関係ないことだろ。いや、あるやろ、がっちりあるやろ。じいちゃんどうするよ。後で調べようと思ってしまっておいた宝箱じゃもうそんな場合ではない。ピノキオを助けるために役に立ってくれ。何？え、どういうこと？どこにあるの？お前じじい、あれか。ハイジャンプ、おお、ええやん。共有アビリティで装備します。装備するとパーティー全員がその能力を使えます。やってみるか。え、めっちゃええやん。なら、どうしたらいいんやろこれ。装備違うな、アビリティやろな。あ、これか。あ、これは特に別になんかポイントみたいないらんねん。え、めっちゃあるやん。何これ。あ、なんかジャンプ力上がったような気する。ほら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 。オッケー、オッケー、オッ
経営、ああ、わあ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 。やってた、お前もう。ジャンプ系のやつ嫌やな、苦手やからな。思ったより飛ぶねん、これ。俺の思ってるやつちゃうねん。子犬。子犬大事ですけどね。あっちも行けそうやな。どこに行けばいいのかな、一体。あ、もう、あの辺は前かも、とりあえず。とりあえず、とりあえずどうしようか。ダッポン目指すか。あ、これか。こっちか。これかな。臭いな。これや。絶対これや。これや。わかったわ。こんなわかるわけないや。ほんで、次はどれに飛び移るの。これか。あ、無理。あ、もうめっちゃレベル高いやん、これ。めっちゃ。オッケー、来た。ほんで、で、ここ乗って、の、あっちに飛んだよな。よっしゃー、来た。もうめっちゃむずかった。ゼペットじいさんに返すんだ、リク。ハートレスに心を食われた人形、カイリを助ける鍵になるかもしれない。どうだ、ソラ。一緒にカイリを助けよう。俺とお前ならやれるさ。お、身構えたな。戦うのか、俺と。心をなくした人形のために。え、やんの、リクと。ピノキオの心は残ってる、両親がね。両親。両親の声は小さいけど、でも俺にははっきり聞こえる。リク、それは良くないことだってな。それがお前の答えか。ピノキオ。ピノキオ。ジミニー、僕、もうダメだよ。ダメじゃないみたい。めっちゃ鼻伸びてる。どういう状態これ。あ、またこれさっきのやつやん。きつ。押し線か。うわ、これ食らうね。よし。
おまずい。おまずい。できた。っしゃ、倒した一発で。はあ、こいつ強いから無理かと思った。いけたわ、なんとか。時の力を手に入れた。ストップの魔法を覚えた。あえて止めれるやつね。強すぎるやろ。まあ2秒とかやったような気するけど、3秒やったっけ、忘れたの。3秒も止めれたら結構やんな。カイリは心をなくした人形だって言いたいのか。その通り。ほう。カイリの心はハートレスに奪われたんだろうね。どうすればいいんだ。7人のプリンセスを集めればいい。そうすれば世界の中心、私は世界の心と呼んでいるがね、そこへの扉が開く。そこは知識の宝庫だ。なるほど。カイリの心を取り戻す方法は必ずそこで見つかるさ。そうだ、お前に力をやろう。ハートレスを操る力を。だんだんやばなってるやん。怖っ。カイリ、待ってろよ。おう、おいで。え、いきなりまたグミシップ。ピノキオとゼペットじいさん大丈夫かな。どっかにたどり着けてればいいけど。リック、なんやねん。あー、これな、どうしようかな。あ、選択の権利なかったわ。あ、でもワールドセレクトでちょっと行くか。その前に、いや、もうた、どうしよう。まあ、モンストロは行ったら、オリンポスコロシアム大会開かれるらしい。しつこいな。あ、勝ち抜くとすごい賞品がもらえるらしいよと。モンストロも用事ないねんけど、これがバトルレベル5か、次。で、高っ。これさっきこっちやろな、多分。うん。これ、4なんや。もっとなかった。まあいいわ。その前に、行くその前にはね、ちょっとね、なんか武器が弱いような気するから、トラバースタウンに帰ります。はい。トラップドライブ。これ便利やわ。もういちいちシューティングゲームせんでいいから。
で、なんか多分武器とかもっと強いの売ってると思うんでね、他でもだいぶあるんで、まあ、ちょっとその辺をね、やっていきたいんですけど、今日は、もうセーブして終わりますね。はい。落ち着くわ。この音楽めっちゃ落ち着く。うん、じゃあセーブして終わりますね。これで一応キノピオ編、あ、ピノキオか。キノピオってね。あ、キノピオはあれか、マリオ、もうええわ、そんな話。じゃあもうこの辺で終わりますわ。はい。はい。本日もですね、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまたどうぞよろしくお願いします。そしてぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい。